佐ヌ平野の地形図佐ヌ平野は、四国北東部に位置し、瀬戸内海と佐ヌ山脈に挟まれた佐ヌ半島の大部分を占める四国地方災害の平野。北に向かって緩やかに傾斜し、ところどころに小さな山や丘が見られる。佐ヌ平野、琴平山と佐ヌ富士丸亀城本丸から見た、丸亀平野七宝山から見た三豊平野北部、佐ヌ平野のため池名称は大部分を占める、 香川県の旧国名、佐抜国が由来である。面積は、低地539.26平方キロメートル、海大地153.64平方キロメートルの、計692.90平方キロメートルであり、香川県の総面積の36.9%を占める。ただし、平野は、完全に連続しているわけではなく、 400から500メートル前後の山によってさらに、大川平野、高松平野、丸亀平野、水戸予平野の4つの平野に分かれるため、佐抜平野という5はそれら4つの平野の、総称的用法も内包している。全域にわたって、人口密度が高く、香川県内の主要都市が集中している。また、この平野には、高松市を中心とした四国地方最大の、 経済地区が広がっており、大部分が高松都市圏に属している。大部分の河川は、佐野岸山脈を水源として下流へ大粒の粒手を運び、山徳一帯で洗浄地を形成している。代表的なものには、以下の河川がある。以下の河川は、河口岩類の産地や、海石溶岩大地などを水源とし、下流部においては、河口岩類や、 安山岩類の砂地が覆う氾濫源を形成し、さらに、川口付近では三角周上の低地を形成する。すべての河川のうち一級河川は、河原家川のみであり、その他は、すべて二級河川以下である。河口岩でできた部分が崩れ、さ抜岩質安山岩に覆われた部分だけが小高い、丘として残った。その後河川の堆積作用によってできた、中石平野である。 平野が広がるにつれ島であったところが陸続きになり山となった。平野を流れる河川はほとんど水が流れず地下水として流れているが大雨になると水かさを急激に増す。古くから人が住み着き五色台で産出するサヌキ岩で石器が作られた。古代における上理性の遺構がよく残っている。また、瀬戸内海式機構により雨が少ないので、 ため池が多く作られてきた。海岸部では潮田が作られ、製塩業が発達した。その跡地は多くが工場用地となり、工業が発達、瀬戸内工業地域の一角をなす。ありがとうございます。